はい、こんにちは。今回はダメージ処理の修正です。シャープ6でやったやつですね。半年前くらいのやつ。で、まあちょっと今見ると、ちょっときついんですよね。まあこれ作った時は本当によくわからないけど、なんか動いたからよしの精神だったので、まあ今見ると、なんでこんなことやってんのかなっていう部分が、まあそんな状態ですが、直したいのは、このエネミー定位。こっちの歩いてる方の定位のダメージ処理で、まず直そうと思うのはこの HP がインテジャーになっている、まあ整数の型になっているのをフロートの型、小数点を持った型に修正しようと思います。で、まあこう型の修正をすると、まあなんかこういうなんか処理してますよっていうのが出てくるので、まあこれはこれとして、でまあこの型を修正すると、もともと組んであるやつが、まあなんかちょっと赤ピンになって、ちょっとエラーっぽい感じになるんで、まあとりあえずこれは基本的にこの辺全部修正するので、まあ、なってても気にせずに修正します。ちょっと溶かします。で、なんでこの HP をフロートにしたかっていうと、まあまずこの基本的にこうダメージ計算をするときに、まあ、なぜか前作ったときは、まあとにかく1引くっていう処理をしてたので、まあ1引くだけだったらあれでもいいかもしれないんですけど、まあ、通常こうダメージをいくつかっていうのをまあ引っ張ってくるので、それを使う場合、インテジャーだとちょっとやりにくいので、フロートにしておきます。で、HP の変数をゲットで持ってきて、これをマイナス、フロートマイナスフロートでダメージを引っ張ってきて、で、まあ、その計算結果を HP のセットに持ってきて、つなげるって感じですね。HP からダメージをマイナスして、ダメージがマイナスされたら HP がセットされるっていう形で、で、まあ、個人的な好みでは、まあ、ちょっとこの辺詰めておいた方が、個人的にはこの方が好みですね。で、これで HP がダメージを受けてセットされるっていう処理になって、で、この状態で B でブランチを出して、B キーを押しながらクリックでブランチを出して、で、ここの HP の値が、フロートフロートで、このダイナリーを出して0より大きければ true に行って、0以下だったら false に流れるっていう形で、まあ、これに関しては、まあ、シャープ6で作ったこの this の方に流していきたいので、HP が0以下だったら this に流れるっていう感じですね。で、true だったらっていうところで、まあ、こっちの分岐、ちょっと分岐が良くないんですけど、ここで作ったものを持ってきて、何やってるんでしたっけ、これ。まず、セット、コンポーネント、ティックエナブル。インタープトゥーの定位が左右に動くっていうのを一瞬止めるっていうやつですね。で、ペーパーフリップブックでダメージを受けたポーズになるってやつで、プレイサウンド 2D は、ダメージを受けた時の音を出すってやつですね。で、あとは、リトリガブルブレイ、ディレイとブランチ。まあ、ここを持っていきましょうか。リトリガブルブレイ、プレイ、リトリガブルディレイですね。もうちょい溶かす。よいしょ。うん。使うのは、これですね。0.4 秒。0.4 秒経ってまだ死んでなければセットフリップブックっていう感じで、まあ、ここ HP0 だったらみたいな分岐もあるかなと思ったんですけど、なんかこのダメージ以外で死ぬパターンも、まあ、あるので、一旦ここに変数を1個足して bdesっていう変数を足してブーリアンを追加します。で、追加した B です。ブーリアンのですを、このですの間に、まあ、死んでますよっていうのを、まあ、明確にするっていう感じですかね。ですっていう形で、まあ、このリトリガブル、まあ、ここに関してはこの、ダメージを受けて 0.4 秒後に、あと歩くかどうかっていう分岐なので、まあ、0.4 秒後に死んでなければっていう形で、フォルスにつないで、死んでなければ歩き出すっていう。まあ、こっちは
動く方で、こっちはフリップブックを歩くアニメーションにするってやつですね。まあ、こんな感じですね。まあ、前のが何が悪かったかっていうと、まあ、この HP が0だったらっていう分岐の次に、途中この 0.4 秒の間に HP が0になったらっていう形でまたデスに通していたのが、まあ、なんか連射とかしてるとたまに2回ここにデスが入ってしまうっていう状態だったので、まあ、そこが特に良くなかったなっていう感じですね。これで一覧はできないか。NE から入って、まあ、こういうつながりで修正しましたって感じですね。で、次回はこのカプセルのコリジョン設定をしていきたいと思います。って感じで次回もよろしくお願いします。